カブトガニ、カブトガニ、コウガニ、カブトガニ、ザカナとは、ハサミカクアモン、カブトガニ木に属する節足動物の総称、およびそのうちの一種タキプリアストライデンタタスの和名である。本項目は主に後者について扱う。お椀のような体に、トゲのような尻尾を持つ。訓毛い、ヤマト本蔵、ワカンサンサイズエは、ウンキュウという呼び名も記している。カブトガニは、 背面全体が広く廃校で覆われ、足などの付属紙はすべてその下に隠れている。名前はこの廃校に由来し、またその姿の類似からドンガメ、マンゴエーなどの地方名もある。日本では古くは、瀬戸内海に多かった。取り立てて、何の役にも立たず、図ー体がで各量では網を破るなど嫌われたようである。しかし、カブトガニは、古生代の仲間の風貌を色濃く残した。 生きてる化石であり、学術的な面から貴重であるとして、天然記念物の指定を受けた場所もある。近年では、環境汚染や埋め立てによって、各地でその数を激減させている。本種及びこの類は、カニと名付けられてはいるが、ハサミ角類に分類され、甲殻類であるカニとは全く別の、節足動物である。カブトガニ、タキプリアストライデンタタスは、 カブトガニ類の仲間では日本に産する唯一の種であり、またこの類の原生種のうちで最も大型になるものである。全長、甲羅の先端から天井の尾の先端まではオスで 70cm、メスでは 85cm に達するが、普通はもう少し小さく、それぞれ 50cm、60cm 程度。体は前からだ、部と後からだ、腹部。 それに微節、おけんからなる。全体は、幅広い背後、蹴りペースになっており、両側後方に尖ってやや伸びる。背面は、滑らかなドーム状で、前方背面の両側と中心に、それぞれ一体の腹眼と単眼がある。腹面の中心は付属し、関節子が並ぶ。口の前は、腹眼、ベントロルアイという特殊な目とハサミ状のハサミ角があり。 直後は5体の不脚上付属品並び、それぞれの元節は中心の口を囲んだ顎元、ナシペースという咀嚼用の突起がある。最初のものはフレッシュであるが特に分化した形ではない。第1から4体の先端がハサミになっているが、オスでは第1、第2脚の先端がメスをハジする鍵ギ爪状の構造に特殊化している。日型で前進するため、 後ろ足の先端は、ヘラ状器という4枚のヘラ状の構造を持ち、元節の上側は、海状器、フラベラムという外詞がある。あと体は、後ろが狭まった台形で、その円に沿って6体の棘がある。メスではこのうちの後方3体が小さくなっている。覆面は1体の生殖郊外と5体のエラ足という、器部が左右移合した計6体のヒレ状付属子が畳んでいる。 生殖口外の内側基部は一体の生殖口が、開き、エラ足の内側は呼吸用のショエラがある。これらのヒレ状付属子は、遊泳にも用いられる。生殖口外の直前、いわゆる前、体との接続部には一体の唇冷まし、チレリアという小さな付属子が口側に向かっている。タ端の腹側に肛門があり、その直後からは、おけという長い微節を備えている。 なお、蒸気の多くの特徴は本種に限らず、原生株とが二類全般の共有形質である。本種の種小名、トライデンタタスは、三つの棘を意味し、これは本種のみに備える、あと体の微節との接続部に三つの小さな棘が並んでいる特徴に由来する、他の種のこの部分は、中心一本のみ。他に、あと大敗側の黒い突起は、他種よりも多く、 オス生態の廃校前縁に左右一体のくぼみがあるのも本種特有の形質であるカブトガニ類原尊種も参照。干潟の泥の溜まった海底に生息する。カブトガニはその体型から泥に沈むことはない。誤解などの小動物を餌にする。夏に産卵期を迎え、産卵された卵は数ヶ月で孵化し、十数回の脱皮を経て生態になる。カブトガニの妖精は、 孵化する以前に、卵の中で数回の脱皮を行いながら成長し、それに合わせて、卵自体も大きくなっていく特徴がある。メスの第一脚と第二脚は、ハサミ状となっているのに対しオスの第一脚と第二脚は、針状になっていて、繁殖期にはこの足で、メスの後、体を捕獲し死つながって行動する姿が見られる。繁殖期以外にもオスは、 メスやメスと錯覚したカブトガニのオスや大型魚類、ウミガメなどに捕まる習性を持ち、その捕獲力も極めて強い。なお、メスの背後部の形状全体が円を描くような形なのに対し、オスの背後部は中央先端部が突き出ていることで区別できる。あと体の棘、演技力の突き方も、メスがあと三体の棘の発達が悪くなるというのも特徴である。これは、 オスがメスの背中に捕まる際に邪魔にならないように適応した結果と思われる。瀬戸内海の干潟に生息するカブトガニは夜間の満潮時に最も活発に活動する。カブトガニの行動は休息、背を下に向ける反転、餌探し、探索、砂掘りの4タイプに分類でき、1日のうち9割の時間は休息し、断続的な活動の大半は、 五海などの餌探しに費やす。日本国内の生息分布は、過去は瀬戸内海と九州北部の沿岸部に広く生息したが、現在では生息地の環境破壊が進み、生息数、生息地域ともに激減した。現在の繁殖地は、岡山県笠岡市の上島水道、山口県平尾町の平西湾、山口市の山口湾、下関市の千鳥浜、 愛媛県西条市の河原津海岸、福岡県福岡市西区の今津干潟、北九州市の曽根干潟、大分県中津市の中津干潟、杵市の森江湾干潟、佐賀県伊万里市伊万里湾王のたた海岸、長崎県伊岐市や部町が確認されているが、いずれの地域も沿岸の開発が進み、最近では生息できる海岸が減少し、ほとんど見ることができず、 今世紀中に絶滅する見込みである。日本以外では、インドネシアからフィリピン、東、マレーシア、それに、ヨース港川口以南の中国沿岸から知られている。東、シナ海にも生息しており、韓国による発見例もある。なお、インドネシアには口実の2種も生息している。前日の通り、カブトガニ類は、ハサミカク類に属し、甲殻類ではない。 したがって、カニよりはクモやサソリに近い。妖精はサイヨウムシに似ていると言われ、サイヨウムシ型妖精、トライラビットラルバの名もある。ミツバムシと、系統的に近いと思われたこともあるが、後に否定されている。ミカメやワミオなどで、全く別の動物であるカブトエビと混同されることがある。日本以外では、東アジア、東南アジア、及び北、アメリカに、 他の3種の原生カブトガニ類を見ることができ、特に北アメリカ東海岸の一部では、アメリカカブトガニ、リニアラスパラフィマスを無数に見ることができる。アメリカカブトガニは、カブトガニよりも一回り、小さく50センチメートルほどであり、メスに比べオスの比率が高い種でもある。しかし最近では、カブトガニほどではないとはいえ、産卵場所の減少と水質悪化による減少傾向も出ている。 東南アジアには、マルオカブトガニ、カーシナスコーピアスロートンドコーダと同族の、南カブトガニ、タキプリアスギガスの2種が分布しているが、南カブトガニは体長が最大でも30センチメートル、マルオカブトガニは20センチメートルほどと小型である。これら2種はペットとして輸入されていた時もあった。天然記念物、カブトガニ類の血液から得られる、 抽出成分は、菌類の βD グルカンや、細菌の内毒素と反応して強固することから、これらの検出に用いられる。本種から得られる成分は、トル、タキプリアストライデンタタスミベサイトライセイトと呼ばれ、アメリカカブトガニ由来のラル、ビンヤラスポラフィマスミベサイトライセイトとは反応性が異なることが隠されている。日本においては、の肥料や釣りの餌、 家畜の飼料として使われていた。中国や台東の東南アジアの一部の地域では、特に卵を持つカブトガニ類のメスが食用にされている。中国福建省では、ハウと呼び卵、肉などを鶏卵と共に炒めて食べることが行われている。日本でも山口県、下関など一部の地域では食用に用いていたこともあったが、美味しくはないと言われている。大和本蔵は、 形大なれとも肉少な詩人食、セス、和漢三サイズエは、肉新タ体やビ毒難人も、その肉作寿司ジャンとしている。ただし、外観が似ている丸岡ブトガニなど一部の禁煙種は、時期によって、フグの毒として知られるテトロドトキシンを持っており、食用には適さない。蒸気地域では食中毒事件が、しばしば発生している。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。